はい、だらだらトークです。いや本当はこんな部分はダメなんですよ。カットすればいいんだけど、いいじゃん。いやそのやっぱリハーサルダメだね。いやリハーサルでちょっと言いたいこといっぱい言っちゃった。もう俺今後一切リハーサルしない。リハーサルしたくなったらうって口をねこうやって止めて録画ボタン押しに来る。そうしようね。あ最近ねまあ家計が複雑だから、そんな複雑でもないか。おじいちゃんだから、俺のお母さんのお兄ちゃんがね、なんかまあガジェット好きでね、スマートウォッチもらったんですよ。やったーって思ったけどね、結局全然使えなくてね、うん、でスマートウォッチもらいましたよって言って散歩しますよってなって散歩してないです。もう3日間サボりました散歩。いやまあ最後の日めちゃくちゃね、雨でね、土砂雨土砂、もう土砂土砂でね、いや土砂じゃねえや、普通に雨でね不快になったマジで。あーマジでレインブーツとかっこいいレインコートが欲しい。強欲な始ま。いやマジレインブーツ着てさ歩きてえよな、街を駆け巡りて。いや梅雨を楽しむためにはレインブーツとレインコートだろって。最近物欲が爆発してるんですよ。でハーモニカ買ったせいでっていう、せいでっていう言葉はねあんまりマイナスな面で受け取られがちかもと思いますが、やっぱね、あの俺クロマニヨンズ好きで、クロマニヨンズのなんかあれハーモニカしたいなってなったら、あの C じゃできねえんだよ。C じゃできないの。D とか E なんすよ。ってなっちゃったね。D とか E かーってなっちゃいました。だから、安い D と E 買おうかなって思ってます。まあ、安物買いの全有しないですけど、でも、俺金ないんだよ。だからやめとくわ。葉っぱ一枚あればいい、生きているだけラッキーさん。やったやっ。あー地震怖いよねみんな。あーでも地震とか言うとさ、まあ言うて言うなら俺は大阪には住んでないけど、でももうやばいよな地震。やばやばだよ本当に。もうやばいよ。あ、リアルクロちゃんが動いてる、もしかして。やばいね、リアルクロちゃんってことは始まった。おやつにたい焼きだしよーって。黒川明人のリアルを伝えます。真実は我にあり。これ普通のストーカーだったもんね。貴様水曜だなって。ま、リアル黒川明人ね。リアル黒川明人は違うな。リアル黒ちゃんフォローしておきます。ちょっと見ます。ツイートね。オタク作品はそういう犯罪を書くだけで、社会には犯罪多くだと思う風潮が出るのでダメと言われ、いじれ続けたので、普段のオタク作品をバッシングしてて、万引き家族だけ多くだと擁護してるので、美学のなささに、驚くことある。確かにな。なあ、作品は作品なのにさ、そういうなんか娯楽を娯楽と見れない人多いよね。いや俺が言うのもなんだけど、最近なんか初心者におすすめの映画ですよって見るじゃん。そのレビュー欄見たらさ、なんかセッションのセッションってやつですよ、セッションすげえんだって言われたんで、ツイートでバズってたから、じゃあ見てやろうじゃねえのと思って見たらね、いや面白かったですな。よくわかんなかったけど、まあぶっちゃけ知識がないから面白く見れたんだなって。もう音楽に対してのね、なんかズレとかあるとか言ってるけど、なんかそれでなんかセッションがのそれがどうこうで、音楽の音楽家の卵かって卵たちが混乱してしまうとか言ってる人けど、いや映画は娯楽だろと、娯楽を娯楽として見れない人が多いと、作品は作品として見れない人さあ、やっぱそういうの多いよね。なんかいじれるところがあったらいじってみようってね、つまらないいじって、つまらないくせにいじってくるやつね、やばいよねそういうの。なんかまあ気持ち悪いよねそういう人たちってね。うん、不快だもん。いいものだけ見てみたいじゃん。俺が悪いと思ったら悪いんだけどさ、だからレビューなんかみんな見ちゃダメだよ映画なんて。でまずレビューってクソだよな。なんかミスター・ビーンとかの映画があって、それを見る前から見る気がうせんで、なんか星が 3.2 とか、まあ4とかが高すぎるんだけどね。まあ3だってすごいね、よく考えたら。だって何がやべえかって、3って意外に普通に見えるけどさ、星5ってことは真ん中が 2.5 なんだよ。それでミスター・ビーンさん 3.5 とかなんだよ。じゃあめちゃくちゃいいじゃんって話だよ。
3.5 点っていうことはどういうことだ、うん、ちょっとラッカソン、まあ5点だから20点だよな、星1個につきだから60、70点くらい取れてるのか。まあレビューなんてクソだもんな。だってなんか変なやつがさ、星いっぱいやっちゃえばめちゃくちゃ下がるわけじゃん、星1なんて。うん、まあ、レビューははっきり言ってクソだよね。まあレビューもいいんだけどね、否定的な意見だけじゃダメなんで、やっぱり何でも肯定的な意見、いいところと悪いところを両方言わなきゃダメだと思うんだよね。当然か、ごめんね。うん、その常識を、当然の常識を語っちゃってごめんなさいね。あ、先に謝っとくわ。あ、でもこういうのやめよう、言われてからぶん殴ろうそいつをいやどうせぶん殴れないんですけどねっていうね、優しい羽島清志郎でしたで終わる気はないですけど。あー、まあ寝ようかな、眠いんだ。なんで眠いんだろうな。今日は俺何時に起きたんだって覚えてない。最近俺寝る時間と起きる時間覚えてない。起きる時間、起きた時間覚えてねえんだよな。まあ俺は今日6時に寝たということにするか。なんかノートに書こう。これ大丈夫で、大丈夫でね、個人情報書いてないね。うん、ちょっと気象ノート取ろう。6月19日19日6月16日ってちょっと痛えなこの野郎か。ノートの端っこよ、俺に反抗すんな、何もしねえけど俺はお前に優しいな。18時に寝たことにする。あ、字汚すぎだな。はい、もう睡眠ノート取ります。はい、どうせ寝ません、絶対に俺は6時に寝てやんねえもうなんかむちゃくちゃだな。いやでも眠い時にね、しゃべりでね、うん、まあ、ということでね、うんちブリブリ、一旦おしまい。鼻詰まってんな、あれだ、大子さんが俺が昔に使ってた鼻スースのやつあったからドンキで買おうかな。うん、いや鼻スースのやつアマゾンで買おう、アマゾネスになる。うんちブリブリうんちブリブリって言って、本当にうんちブリブリって、いやうんちブリブリっていいよな、もうブリブリってオノマトペ考えた人最高だわマジ。拍手拍手拍手喝采大喝采、それも違う、粉砕玉砕大喝采か、あれもいいよな、あのフロー、いやフローとか言っちゃダメだよ、まあのバス、あの浴槽バス、あの浴槽いいよね本当に。うん、マジあのバス、もうユニットバスは最高。うん、そういう風にしよう、ひねってひねってね、生きてきますよ。やっぱフローとか言うとその界隈の人にお前何言ってんのって言われちゃうかもしれないということだったら、でもフローって使いてえよな。うん、陰キャカッコつけて、うん、陰キャ代表じゃない、陰キャの代表にもなれない陰キャ、どうも羽島教授です。いやーカッコつけてよな、うん、カッコつけて生きてきたーってね、こんな動画撮ってるやつがねカッコつけて生きていきたいって言ってるってね、うん、脳が死んでますこれは。うん、ノームよりひどいよね。最近僕赤で覚えたノームね、言葉単語いや単語として、まあその物語の中のあれですけど、単語として覚えるのはね、どうかと思いますけど。まあいいよね。ノームって言いづらいな。飲む飲む。飲む何を生きち生きち生きちよきち生きちよきち生きち1ミリリットル1よきち、はぁ、死んでくれ。いや、思ってませんよ。最高、最高、ほんと。はぁ、死んでくれって自分で言ってちょっと悲しんじゃった。うんちブリブリ。ちょっとね、ライフガードまたお母さんがね買ってきてくれてね、まあ俺を殺そうとしてるんですよ遠回しに。ライフガード砂糖をね詰ませて糖尿病にしてね、毎日インスリン注射打ってもうダメだって言ってなって、もう首吊らせようとしてんじゃないかな。それはないな。あー、もう頑張って生きる。だから散歩始めよう、散歩っぽ散歩っぽ散歩っぽしよう。いや眠いから寝ちゃおっかな。うん、動画に縛られてる感じがする。うんちバイバイ、うんちバイバイはやばいね。はい、もうね、決まりの挨拶がねえからね、スパッとね、そのジャパニーズブレードのように、まあ、ジャパンブレードのようにね、いい切れ味が出せないということで、アザシタディザスター、噛んじゃうよね。